社会にとってなぜ多様性を尊重することが必要なんだと思いますか？今とても多様性がこう言われてますけれども、昔から実は日本の社会、世界の社会はこう多様な人たちが暮らしていたんだけれども、実はそこの中で普通という枠組みを作って、その普通からはみ出る人たちを排除して、あるいははみ出る部分をこう我慢して、そしてその世間が言う普通にこうみんなが合わせて生きづらさを抱えながら生きていた。その普通からはみ出た部分をみんなが持ち寄ることによって、この社会が多様で鮮やかな、まさにレインボーの社会になっていくんじゃないかなというふうに思いますね。1億2000万人人がいたら、一人一人本当に違う存在だと。で、その違いが受け入れられる社会、そういう社会だと安心して学べる、安心して働ける。本人にとってもすごくそれは幸せなことだし、職場とか社会にとってもその人の力が発揮されて、やっぱり元気な社会になっていくと思うんですよね。多数派とか少数派っていうふうに分けてしまって、少数派だから大切にしなきゃいけないってことではなくて、多分その一人一人が自分、実はマイノリティの部分ってそれぞれ全員が持ってると思うんですよね。でそれをこうある意味さらけ出せる社会っていうものを作っていくことによって、LGBT もそうですけれども、障害のある人、高齢者、外国人の人とか、様々な人たちが暮らしやすい社会につながっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。今いろんなこうカテゴリーごとにね、じゃあこの人の生きづらさなくしていこうって言われがちなんだけども、それって他の生きづらさにもつながっていて、例えばじゃあ身体障害の方、車椅子の方が生きやすいようにこうバリアフリーとかユニバーサルデザイン作っていくってことは、多くの人が寝たきりになったり車椅子になったりするわけで、そこにももちろんつながっていくから、マイノリティの生きづらさを取り除いていくってことは、それは誰にとっても生きやすい社会につながっていくっていうことだし、いい意味のね、それこそ草の根かもしれないんだけれども、うねりが広がっていくと、じわじわと日本社会元気に良くなっていくのかなっていうふうに思います。